オバマ大統領の広島訪問沖縄の事件そして次の大統領は誰になるのか作家のレーゼ・アキさんと探るこれからの日米関係を考えるヒントアメリカのオバマ大統領が明日伊勢志摩サミット終了後の午後安倍総理と共に現職のアメリカ大統領として初めて広島を訪問します 一方沖縄県の女性域事件を受けて昨日の日米首脳会談では安倍総理は卑劣極まりないと強く抗議オバマ大統領は深い遺憾の意を表しましたまず冒頭先般沖縄で発生した事件について私からオバマ大統領に対し日本の総理大臣として断固抗議をいたしましたそして少人数の会談では すべての時間をさえてこの問題についてお話をいたしました、えー、身勝手で、えー、沖縄の件につきまして私の方からお話しさせていただきたいと思います沖縄の人々だけではなく日本中の人々の気持ちをまあ震撼させたというぐらいの大きな恐ろしい事件だったと思います米国側もこのような暴力に満ちた犯罪というものが 米国の国民によってこれがたとえ軍族であれどのような米国市民であれ起こったということに対しまして、えー、私どもは非常にショックを受けているわけであります、えー、このような犯罪は決して許せないものであるあ再発しないように、ね、そして今年十一月にはアメリカ大統領選挙が行われますトランプ現象やサンダース戦風が話題となり次の大統領は誰になるのか その結果は今後の日米関係に大きな影響を与えますそこで今夜はオバマ大統領の広島訪問沖縄の基地問題 大統領選挙などさまざまなトピックからこれからの日米関係を考えるヒントをアメリカ在住の作家レイゼアキヒコさんと探っていきます。はい、レイゼさんにはいつもお電話で、ね、そうなんですよね。はい、いつも参加していただいておりますけれども、はい、今日はスタジオで参加いただきます。はい、レイゼさんよろしくお願いいたします。よろしくお願い,いします。いいますさて、えー、今夜はですね、アメリカに関するトピックスがまあさまざまありますので、はいえー、いろんな話を伺っていきたいと思うんですけれども、うん、まずはですね。 明日オバマ大統領が広島を訪問しますけれども、レイゼンさんはこの広島訪問が実現したこと、オバマ大統領が訪問するということは、現役の大統領たち初めての訪問ということになりますので、そ,でね、その影響はとても大きいと思うんですが、はい、どのようにお感じになってますか。 まあ非常に深い考えがありますけども、とにかくその衆議院主体2009年にです、ね、まあ、チェコのプラハに行って、核廃絶の演説っていうのをやったんですね、はいで、これはものすごく世界的に評価されて、だけれども、アメリカの国内ではちょっとなんか、そんなこと言うのはかっこよすぎるよみたいなのが出たんです、はい、でその後で、オバマ大統領はです、ね、その年の秋にノーベル平和賞を受賞してますよね。うん でこの時に、あまり日本では報道されてないかもしれませんけど、アメリカではものすごいブーインが起きたんですね。事情に対してそうもうとにかく何も実績はないじゃないかと、<ー>でそれ以上にアメリカよりも世界を優先するのかみたいなことで,です、ね、ものすごいブーインが出て、パフォーマンスに賞を与えちゃって大丈夫かみたいなね。という,もうなんか、かっこよすぎて、もうアメリカに対する裏切りだみたいな意見も出たんですね。 なんかこう、自分はその理想としての平和を実現したいけども、かたや,やその戦争っていう現実と向かい合うんだみたいな、なんか自分が善と悪で引き裂かれてるみたいなですね、<ー>ん危機快々なスピーチをして、結果的にそれ、どういう意味かっていうと、実はそのノーベル平和賞を受賞した直後にです、ね、アフガニスタンに対する増派。 つまり軍隊をです、ね、さらに増強するという判断をしてるわけですよね、うんで、それで世界からは今度はオバマさんは平和賞を受賞しておきながら戦争にのめり込むのかといわれる、はい、でみたいなこう非常に妙なことがあって、うん、でやっぱりその後もとにかく経済の問題にずいぶん集中する中で、うん、ここへきてやっとその8年の最後の仕上げとして、もう一度そのプラハの現代に戻って広島に行くという決断をした、はい、これはやっぱり非常に感慨深いと言いますか、うん、あの意義深い、非常に重視しなきゃいけないことだと思いますけどね。これあの まあ週に最後の年ということに訪問が実現する、はい、このことについてどう考えればいいでしょうか。はい、ええー、とですねこれはその二つあって一つはですねあのまあ最後の年っていうのはもうだいたいいろんな課題も。 もう取り組んではもう間に合わないし、はい、で逆にそれからその本当に大事な国内問題なんかは、むしろ大統領選の争点になって、次の大統領になる人たちが議論してますよね、はい、ですから逆に、やめていく大統領としたら、自分はこう歴史に名前を残すための、何かこう、一つこう象徴的なこう業績を狙っていくということが一つあるのと、はい、でもう一つ言うと、もう彼は選挙の洗礼を受けないので、もう,、はいもう 落ちる心配なわけですね,そうですね最後ぐらいは自分のやっぱり人間性とか信念みたいなものを貫かせてよみたいなことが、ある意味許されるみたいな、うそういう中でのやっぱり実現をしたということはあると思いますね多少意見が分かれそうなところであったとしても、はい、大統領の最後の仕事ということで、はいまあ、えいやーとやることができるということがオバマ大統領の広島訪問をアメリカはどのように見ているんでしょうか。まあ、実はですね非常に 報道は小さ,んですよ小さい、取り扱いが、取り扱いが小さいんです、はい、でやっぱりその報道機関もすごく慎重で、うん、割とそと各報道機関は割とそのまあどっちかというとリベラル寄りの大手のメディアさんなんかは、やっぱり非常に小さく扱って、できるだけこう反対論を刺激しないように工夫してやってますね、はい、でこれはそのあの4月の経理国務長官の広島訪問の時からずっとそうですね。はいはい であの面白いのは、ですね、はい、あのケリーさんはやっぱりあの喧嘩をしてで、非常にエモーショナルになって、で特にあの原爆資用感、はい、ものすごくショックだったみたいなことをおっしゃってますよね、はいうんで、その流れで予定になかったんですけど、広島城、お城を見に行ったんですよね、あお城でその時ケネディ大使が一緒に行って、お城を見に行って。はいはい、私はだからそれでなんかものすごくこう 感情的になってなんか広島の街に対するなんか激しい思いが湧き出てきて、うんはい、じゃあ、お城見せてくれって言ったのかと思ったんですよ。はい、ところが、そうじゃなくてあの5月の10日にオバマ大統領がです、ね、正式に行くって最終的な発表があったときに、うん、あの大統領補佐官があのホワイトハウスのホームページに長いエッセイを出したんですね、はい、でそれはやっぱりそのオバマ大統領はこういう意味合いで行くんだって丁寧なエッセイなんですけどその冒頭に 原爆ドームじゃなくて、はい、広島城の綺麗な美しい写真がボー出るんですね<ー>で、そこでにこやかにケリー国務長官とケネディ大使が広島城を見学している絵がまず先に出るんですよ、だから、そのウェブサイトを見て、いきなり原爆ドームだとショック大きいですよね、はい、だからその広島城でにこやかに談笑しているケリーさんとケネディさん、で、ずっと見ていくと、すごく丁寧な平和なメッセージが出てきて、最後に原爆ドームが出てくるっていう、うそういうウェブサイトのこう構成になってるんですね。 ということはそういうことまで計算して広島城行ったんだなって、やっぱり最初から、やっぱりこうなんて言うんでしょう、<ー>今、日本ブームですから、お城見せるとやっぱりアメリカ人はなんか喜ぶんですね、まあなんか、こう <laughs> なんかやっぱり、いエキゾチックって、もっともう、本当に素朴に日本かっこいいみたいな、えー、いいいですね <laughs> だそういう中から、うまくこう日米が友好っては大事で、そういう中でやっぱり、長年できなかった。 その過去の悲劇を見つめて、やっぱり一つのけりをつけていくと大事じゃないですかみたいな感じだから、本当にきめ細かくやってますね、うん、なるほど、えー、原爆ドームを最初に出すと、例えば謝罪になるのかとか、はい、核についての議論に何か蒸し返すのかっていうような印象を例えば与えるかもしれないのが、はい、一番最初に城を出しておくと、はい、これ、日米関係のための大事な重要な、はい、まあ、 あのやり取りのうちの一つに、やっぱり原爆ドームを訪れるということもまあ位置づけられるみたいな、はいはい、やっぱり文脈が随分と変わりますよねただやっぱりその、その発表を受けた新聞のです、ね、記事なんかですと、ニューヨーク・タイムズなんか、大体ニューヨーク・タイムズってこう、まずいなと思うと、はい、2>, 2本記事を出すんですね、はいはい、つまり、右寄りの記事と左寄りの記事とかですね。 いわゆる核廃絶、核不拡散のメッセージの中で行くんだっていう長い記事が1個と、うんうん、もう1つは、しかしこの訪問は賛否両論を巻き起こして、過去の歴史の傷をまたこう蒸し返すであろうってその2つを出してるんですね、はい、だからそういう意味でいうと、やっぱり一筋縄じゃいかないなみたいなところはあります、ねうん、今回、その広島に来る前に、まあ、そこ、日本に来る前に、ですねベトナムを訪問してる、バンマ大統領が、はいはい、このベトナムを訪問してから日本に来ることについては、どう考えればいいでしょうか。 まあこれもですね二つ意味合いがあって、はい、で一つはやっぱりその、まあ、中国に対してもっと開かれた社会にしてほしいと、で特にやっぱり南シナ海でやっぱり国際ルールを守らない活動はやめてほしいという中では、特にそのアメリカとベトナムが連携しているっていうのをです、ね、強く見せるというのは、一つの強いメッセージになるわけですよね、はいで、それが一つあるんですよ。ただその裏にはやっぱり その歴代の大統領の中で、特にその国際協調とか世界平和ということをですね思考している彼としては、やっぱりベトナムも同じように過去の傷を持っている、歴史の傷がありますから、それにやっぱり目を背けないで行きたいということも含めての訪問だというようなまあニュアンスも多少あって、ご多分に漏れずですから、ベトナムに関しても、 国内でで反対論があったわけですねつまり、はい、ベトナムに行って広島に行くなんて謝罪あんじゃないかと、合衆国大統領がとんでもないと、俺たちの代表はもっと俺たちのことをしっかり守ってくれみたいな、そういう右派からのですね、はい、いわゆるその批判記事みたいなのっ出てますね、やっぱりそうんなるほど、そうしたやっぱりその、まあ、ベトナム訪問することによって、もちろん外交的な意味もあるが、戦争と向き合うっていう意味も。はい 両方あると、はい、でやっぱり広島と連なることによって、オバマ,マ大統領として、やっぱり個人的にその平和との向き合い方っていうものを示したかった、はい、こちらの方がやっぱりあの、個人の思いとしては強いような印象がありますよね。おそらくそうだと思いますね。うん、ただ、それだけを前面に出すわけはいかないので、とい必然性もそこにはあるということですね。はい、そうした中で、ベトナムの方ではオバマ,マ大統領、何かスピーチであるとか、はい、まあ会見であるとか、はい、印象的なこと、発言をしていたりするんでしょうか。はいいや あの私、ちょっと報道もす見たんですけども、えー、むしろやっぱりその、いわゆるその政治のビジネスの話としてです、ね、ベトナムに対してその武器の禁輸をやってたんですね、つまり昔はだから敵対してましたから、うんうん、でそれをもう最終的に解除して、武器はもうとにかく供与します。 武器の,その販売ををしますとということをぶちち上げちゃったんですね、はい、ただ、同時に中国をちょっと意識して、だからといって、急にたくさんはやりませんよみたいなことは言ってるんですけども、も、はい、いずれにしてもそっちが中心で、ですから、まあ、あまり歴史のことについて、はっきりと踏み込んでその、いわゆる予想外のことを言ったということはないです。なるほど、はい 戦争について悲劇的なことだったっていうようなこと自体に触れたぐらいのもので、それ以上のものはあまり触れられていないというような印象で実はそのベトナム訪問というのは、はいあの、別にオバマさんが最初ではなくて、ええ、そのビル・クリントン大統領も結局、彼が国交回復をやってますから、うん、で特にあのビル・クリントンの場合は、もう任期の,の最後のところで、あのベトナムに自分も行ってますね、はい、それからジョージ・ブッシュ大統領も行ってるんですね、任期中に。うんうん、ですから現職の大統領でして引くということ自体は、もう別にもう3回目なんですけど。 えー、ただまあやっぱり、オバマさんとしてはいろんな意味合いが、思いはあったでしょうね、オバマさんがベトナムに行った時には、まああの、苦難の歴史に思いを寄せつつ、共に発展する未来を思考したいということで、はいはい、メッセージとしてはやっぱり謝罪という形ではなくて、過去はいろいろあったけれども、未来思考として今は手をつないでますよねっていう確認のメッセージを出してましたよね。これは結構今 明日の広島でやるスピーチのなんでしょうねこうまあ予行演習じゃないですけど日本から見ればね同じようなメッセージがやっぱり広島で言われるのかなっていうのは印象ありますよね。はいはいはい、そうですね。ただその明日の演説に関して言うとこれまでにそのオバマ大統領が出してきたメッセージ二つのメッセージがあるんですね。一、はいはい、つはそのまあ核についてですけども二千九年の四月のプラハでのメッセージ、はい、でこれはとにかくその 長い人類の目標としてとにかく核を廃絶するんだと、はいで、これは非常に難しいことだから、われわれの世代が生きている間に実現できないかもしれない、だけども絶対やりたいと、うん、やらなければならないで、そうでなければ人類が滅ぶかもしれないと、うんうん、でいう話を一つして、で同時にその,そのことを唯一人類の中で核を使ってしまった国である、われわれが言うということに非常に大きな意味があるんだということを言ってるんですね。はいで これがまあ一つベースとしてあるわけですよ。うんうん、で、このベースが守られるかどうかで、特にその人類として唯一核を使ってしまった国であるという言い方は、はい、アメリカのいわゆる保守派の人たちはものすごく怒ってるわけですね。うそういう言い方したら、もうそれイコール謝罪じゃないかということなんですね。おうおうで、もっと正確に言うと、人類として唯一核を使ってしまった国として、 だからこその高い倫理性が求められるという,う言い方をプラハでしてるんですけども、うん、これがやっぱりその欲しい話とかカチンカチンと来てるわけですかそこをしかしでも彼としては譲れない一線として、ある種それに近いことを言うのかどうかってことが一つ大きなポイントとしてあると思います。うん、なるほど。はい。それからもう一つは、あのー、うん じゃあ、この8年間、オバマさん、何をやってきたかというと、はい、その人類としての究極の核廃絶に関しては、この8年間、ほとんどできてないんですよね。ええ、でそののの代わり具体的な直近の今の問題として 核の不拡散ってことは随分取り込んできた、はい、いわゆるその核セキュリティサミットっていうのをバマさんが主張して、はい、まあ国連と一緒になって何度もいろいろやってるわけですね、えーうん、でこのやっぱりその核不拡散ってことを、やっぱりちゃんと説得力ある形で言えるかどうか、えー、でこれもいろんなこう雑音がたくさんあって、その現実からすると、ですねそのまず5大国は合法的に持てるわけですよね。はい そのアメリカと、それからロシアと中国と、そしてイギリスとフランスと五大国、これはもう合法的に持ってるわけですね、うんで、だけどもそれ以外に非合法で持ってる国が、そのインドとパキスタンというのはなんとなく認められちゃってるわけですよね、えー、であとイスラエルというのも、どう思ってるらしいということがなんとなく世界的に認められちゃってる。うん、で 今、問題になっているのは北朝鮮とそれからイランですけれども、はい、イランに関してはやっぱり核合意をやって、とにかくもう,とにかくもうやめさせるんだということになっているうん、うん、だけど、信じていない人たちも結構いるとで、北朝鮮に関しては堂々とやっていて、とにかく,とにかく止めなきゃいけないということで、みんなで困っているという中で、はい そっちもやっぱり大事ですからうん、うん、それをこう変にこうねじ曲がった見方をされないでやっぱりストレートにやっぱり核兵器が拡散していくのは大変なことなんだということもちゃんと世界の人たちに対して説得力があるように言えるかどうかこれって、まあ、被爆国ですから日本人にとっては非常に微妙な問題でやっぱり時々、ふっとですね いやいや待てよと、五大国だけ合法的に保有しているってこと自体も、われわれとしては基本的には許せないんだよねみたいな気持ちはもちろんあるわけですね、でもやっぱり人類が平和的に共存していくために、じゃあ五大国が率先して、じゃあ、放棄したら、うん、じゃあ、本当にインドやパキスタンやイスラエルは放棄するの、とそれから元テロリストたちは分かった、じゃあ五大国が放棄したんだ、われわれギンしに従って。 テロをやるのやめようなんての、そんな甘い話ではないわけですそうですね。そういう中で、その世界中の人たちに対して、不拡散というのも大事なんだよと、だけども不拡散って話は、長期的な核廃絶の話と矛盾しないし、えー、不拡散をやりながら、じゃあ、長期的な核廃絶の話は理想論だからって、やめちゃうわけにもいかないんだよという、彼のビジョンを本当に説得力があるものとして言えるかどうか、うこれが最大のポイントだと思います、ですから、プラハに続いて、プラハのメッセージを完結できるかどうか。はい なるほど、ということで、日米の未来志向の話、まあ、これはおそ、まあ、らく入るだろうというような気はするんですけれども、ただ一方で、そうではないその核への意識ということが一つの課題としてまあ,あると、一方で、の核の問題だけではなくて、第二次大戦の評価という観点から、共和党から厳しい目向けられているような状況もある中で、はいはい、あれアメリカ国民もね、はい、いろいろな思いがある中で、どこまで日本に対しての,そのまあ気持ちと、核不拡散の気持ちを両立するか。 強いメッセージが出せるのか、まあ、このあたりが注目のポイントということになりそうですね。そうち、ねうん、なみにアメリカでは、この広島の問題、あの以前、この番組で取り上げて、教科書で取り上げるときは、結構ね、賛成意見というか、反対意見、これは要は、投下をしたことを肯定する意見なのか、そうういの投下については、反対意見もあったというか、はい、要は検討であるという意見を載せながら教育をするという話、はいはい、取り扱ったりもしたんですけれども、どうですか、今のアメリカの世論は、この原爆投下そのものについて、はい、だん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 意見が が変わってるとも聞きますが、いかがでしょうかこれはやっぱりはっきりっ世代によって違いますね、ですから第二次大戦で戦った世代、あるいはその直接のお子さんぐらいの世代っていうのは、やっぱりもしもあそこで戦争が終わってなかったら、それこそ,その日本でいうところの本土決戦に巻き込まれて、う,うちのおじいちゃんがもう死んでたかもしれないと私ももしかしたらこの世に存在しないかもしれないみたいな思いをする人がいるわけですよ。 世代が進むにのねあって、荻上、ね、さんおっしゃったような、はい、アメリカの教育の中ではっきり、やっぱりその核の使用に関してはいろんな意見があの教えられてきているということがあるのと、はい、それから例えばですね、えー あの被爆されたお嬢さんの佐々木貞子さんという、はい、まあ原爆症で亡くなっちゃうんですけれども、えーで、彼女がやっぱり命の希望をつないだ千羽鶴の話なんていうのは、はい、アメリカで教科書でやるんですね、ですでもちろんそのあのアメリカの教科書ってのは、勝手にその地域ごとに採用しますから、別に国定教科書、はい、その検定済み教科書あるわけでゃないんですけれども、はい、でも結構有名で。はい 例えば千羽鶴ていうと何を思い出すかっていうとその貞子さんっていう人は結構アメリカでは多いです、ね、<あ>ですからそう本当に若い世代になればやっぱりそのあの例えば、ですねその私あの以前大学で教えてたことがあるんですけども、はいはい、アメリカの大学で教えてたた時に自分の教え子で長崎に行ってきたって子がいるんですねこれイタリア系だけどもアメリカ生まれの本当ののアメリカ人のあの女子学生でしたけど、はいで。彼女は 長崎に行って、ものすごく恥ずかしかった、こんなことをやっぱりやった国の人間だってことはやっぱりいたたまれなくなったと、でだからもう一度行きたいっていう、んですねはい、はい、そういうことをみんなの前で言ってで、その頃はまだそのいわゆる中国とか韓国の,あの日本に対する感情っていうのはあんまりそんなに行きつくなかった時代なんで、はい、中国系、韓国系の人たちなんかも含めて、結構真剣にそれ聞いたりとかっていうようなことがあって、えー、だからそういう意味では言うと、やっぱり。 若い世代はもうやっぱりかその核兵器に対する知識も豊富ですし、うん、やっぱりそれは絶対良くないとでやっぱり広島、長崎に関してもやっぱりあれはもう避けるべきだったと考える人が多いし、うん、逆に今回そのオバマ大統領はですね行くことに関しても非常に強く支持すすると思いますね、うん、時間が経って例えば退役軍人の方々がまあいなくなったりとかあ当事者意識というものが変わってくる、はい、一方でその核に対する意識も変わるし、はい、おそらく人権意識も変わっているでしょうね。そういいっったたことによって若い人たちの の中ではとはいえ、その核というのは避けられたのではないか、まあ、そういったような割合が増えているというような状況になっているわけですね、はい、だそういうようなものもあって、そのオバマ大統領の訪問というものが、アメリカの世論に対してどういう影響を与えていくのか、はいはい、それが若い世代に対してどういうインパクトを与えるのか、そこについてもやっぱり注目はしたいですよね。ということで、ですね広島については、ちょっとあの明日も取り上げたいと思うんですけれども。はい そうした中でですね、やはり先日、沖縄県の女性遺棄事件が起きてしまいました。昨日開いた日米共同記者会見で、安倍総理とオバマ大統領は、それぞれ次のように述べています。まず冒頭、先般、沖縄で発生した事件について、私からオバマ大統領に対し、日本の総理大臣として断固、抗議をいたしました。そして少人数の会談では すべての時間を抑えてこの問題についてお話をいたしました、えー、身勝手で卑劣、えー、極まりない犯行に非常に強い憤りを覚えます沖縄だけでなく日本全体に大きな衝撃を与えておりこうした日本国民の感情をオバマ大統領にはしっかり受け止めてもらいたいと申し上げましたその上で 実効的な再発防止策の徹底など厳正な対応を求めました米軍再編にあたっても沖縄の皆さんの気持ちに真に寄り添うことができなければ前に進めていくことはできません今回の事前で失われた信頼を回復していくことは困難な道のりではありますが 日米で協力して沖縄の基地負担の軽減など全力を尽くしていくことで一致をいたしました。

非常にショックを受けているわけでありますこのような犯罪は決して許せないものである再発しないように我々は全ての努力をするつもりであるということでありますまたどのような犯罪でありましても犯罪が起こらないような手立てを取る準備がございますいろいろな 手順を見直しそして再発防止策を打ちそして必要な見直し措置をするということを米国側はやるつもりでございますまた地位協定ソファなんですけれどもこれが存在するからといってこのような犯罪を犯した者が日本の司法制度のもとにおきましてしかるべき裁判を受ける訴追を受けるということを 妨害するというようなことは、ソファーは全くそのような存在ではない、また首相にも私は強調して申し上げましたけれども、日本側の当局の捜査に対しては、全面的に我々、米国側は協力をするつもりであります。そしてこの人間がしかるべき 法の裁きを受けて、えそして司法の正義が成立するために協力をしていきたいと思います。えこのような恐ろしい犯罪はしかるべくえ司法の制度の下で裁かれるべきである。えそしてえ家族に対してもえそのような正義を実施できるような形で行うべきであると。えま私どもはこのような事件に対しまして本当に心からショックを受けております。ですからきちんと した訴追そして捜査が行われるようにそして再発防止の策が取れるように我々は温国政府と全面的に協力をする意図であることを強調したいと思いますというわけで大、えー、マ大統領と安倍総理の会見の模様を聞いていただきました冷静、はい、さんこの二人の会見どのようにご覧になりましたかまあとにかくやっぱりこう 非常に良くないタイミングでですね本当に許したい事件が起きてしまったなということがまずあるわけですけれども、はい、ただこの会見に関して言うと、ですねやっぱり合衆国大統領としては相当踏み込んでるなと、やっぱりものすごい低姿勢ですね、あ多分手は打ってあるんで、おそらくこれも本当に変な話ですけど、アメリカではあんまり報道されないと思うんですけども、も、えー、ただやっぱりここまで踏み込んで、謝罪的なです、ね、ことを言う、まあ、もちろん謝罪とは言ってませんけれども、はい、これは非常に珍しいことで、 でこれ私、考えたんですけども、も結局、やっぱりその自分が明日広島でやるスピーチっていうのが成功するかどうかっていうのはこれにかかってるってことをやっぱり非常にこう気にしてるんだと思うんですね、はい、でそれどういうことかっていうと、おばあさんっていうのは非常に真面目な人ですから、明日の広島のスピーチを成功させたいと、で何をもって成功とするかっていう,かいうと、 広島で自分がやるスピーチが日本人の心に届くかどうかってことを彼は気にしてるわけですよ、うん、でもしも今回の事件に対する対応,対応を誤ってです、ねあの、日本人の間に非常に反米感情が強くなると、自分がせっかく考えてやったスピーチが日本人の心に届かなくなる、えー、それはやっぱり自分としてはやっぱり自分の人生かけて、うん、<laughs> やるスピーチなので、それに近いものですからね。 やっぱりそういう気持ちが出てるような気がしましたね。というのは、やっぱりその例えばですよ、非常に変な話で、ええ、仮に今、トランプさんが大統領だったら、この事件の報告を受けてです、ね、なんなのそれって、もうやめてほしいとでしょと、軍人じゃないじゃないかと、はい、とか、あるいはなんかえ、ちょっとなんか地元の人と結婚してる、なんか関係ない、アメリカ全然責任ないとかって言いそうな責任回避のコメントをしようと思えばね、うん、例えば仮にトランプさんが大統領だったら、うん、できなくもない。 下手すすればです、はい、だけどもやっぱりものすごくストレートにきちんと受け止めて、うん、でそれはだから要するに沖縄の過去の経緯からして沖縄県民の気持ちまで全部含めて受け止めて、うん、できちんとねってああいう形でおっしゃったでそれはあのやっぱり本当にそういう意味では明日のスピーチで日本人の心に触れたいという彼の思いがあるしでそれは同時にやっぱり沖縄の人の心に触れることができてなかったとっいうことに対するやっぱり彼自身がやっぱ痛みも感じてるんだと思うんですね、うん、それは私感じましたけどもね なるほどそうした中で、これ、あの先ほど報道のことについても少し触れていただきましたけどアメリカではあまり取り上げられていないんですか、この事件はそうですね事実関係について、日本発のいわゆるその通信社伝というような形で取り上げられている程度で、本当にあのわずかな扱いですねなるほど、はい、それは日米関係に影響を与えるほどのものだというようなインパクトは、アメリカ側のメディアはまだ気づいてないというか、そういった感度ではないということなんですか、それは。 これもよくわからないんですけども、もですからどういう扱いかというと、日本初のいわゆる日本人だけどもきちんと英語でその国際的な通信社の通信員として登録をされている方がきちんとこう事実関係を、特に日本の反応はこうですみたいなことも含めて、本当に第三者の立場で書いた原稿ってのをきちんと用意して、はい、でそれをアメリカ人が見て。 出してくるっていう、それにとどまってますね。うんうん、ですから、逆にアメリカから来た人がアメリカ、アメリカ視点で。ガン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 書くっていうような形にはなってないうん、うん、ということです。なるほど。 そうした中でですね、先ほど、モ大統領、いろいろありました。謝罪の文言そのものはなかったけれども、愛盗の、深い愛悼の意を表明するなど、はい、謝罪に近いような、あの、ギリギリの多分、言葉選びというのをされたんでしょうね。で、一方で、その、日本の司法制度のもとできちんと捜査が行われるべきだって話をして、あの、日米地位協定の話も少しなんか、まあ、触れられたりしながらですね、はい、そうしたことが、あの、そうした捜査の阻害するようなものでは本来地位協定ではないんだって話があったりしましたけど、はい、この地位協定に関する言及、あるいはその、 触れている部分については2つありまして、はい、どうも今回の事件を契機として、やっぱり軍属という形でのいわゆるその軍に対する、まあ、いわゆる仕事の変なこと言ったらその、いわゆる外注先ですよね、えー、そういうような形で、まあ、滞在しているアメリカ人に関しては、もうあまり特別に保護しないと、やっぱり日本の方にきちんと引き渡すというふうな運用にしようかなという気配が1つありますね。はい ですからもう一つは、じゃあ協定自体を見直すかというと、それは非常にこの点に関しては慎重、ええ、で、それは例えばどういうことがあるかというと、その例えばその非常にそのひどい事件を起こしても、ですねやっぱり先にあのアメリカの方で身柄を拘束した場合には、場合によってはもう本国に強制送還してしまって、うやむやにしてしまうみたいなことを過去にやってるわけですけれども、うどうしてそれがあるかというと、ですねやっぱり非常にそのアメリカ側の視点としてはネックになってるのが、そのいわゆるその、 可視化の問題ですよね、操作過程の可視化の問題はい、はい、特に、いや、可視化は進めてるんですよ、日本でも。ところが、弁護士の同席、取り調べに対する弁護士の同席っていうのは、日本のいわゆる司法制度の中ではまだないですよね、でこれがないと、結局、だからその人権も減ったくれもない国で、はいはい、要するに一方的な捜査されてやられたら困ると、でそれに対して、アメリカの軍人は、アメリカの仕事で行ってるんだから、アメリカの政府としては守る義務があるんだというような。 あちらからすれば合法的な意味する憲法の先進ですけども、えー、第三者から見れば勝手な論理ですけども、うんうん、それはやっぱり非常に強いんですよね。アメリカのマインドとしてはそんな脆弱な司法制度のもとだったらどんな裁判やれるかは分かったもんじゃないということで不信感があるんだっていうロジックになってる、ね。なってるわけなっす、うん、だけどもそうは言っても一つ一つの事件を見たらもう何にも弁解の余地がない事件がいっぱいあるわけです。はい、ですからやっぱり非常に困ってはいるんですね。うん、だけどもやっぱり制度上としてじゃあ制度を改定できるかっていうとそれはそれで困った問題があって。うん、だからやっぱりこの ボタンのかけ違いといいとうかいろんな問題がありますね例えばその、まあ、私が大学で教えてた時に、やっぱりあの、の割と対衆的な大学だったんで、あの軍からしゅ奨学金をもらって、はい,はい、いっぺんその、平均いってから大学に来るっていうような学生さん結構いて、ものすごく人懐っこい人たちが、うんうん、結構だから日本で、軍人として日本にいた経験がある人って何人もいたんですよ、はいはい、で彼らがやっぱり本音の話だって語ってくれたのは、はい、やっぱりその。 本州のいわゆるその基地だと、もう本当になんかこう、友好ムードだし、基地の外で飲み食いしてもね、えー、いろいろプライベートでいろいろこう日本人とお付き合いしても、何もなかったけど、やっぱ沖縄に行くとやっぱりいろんな意味でピリピリしてて、うん、やっぱりちょっと出歩きにくいみたいなのがあって、はい、そうするとなんか不届きなやつがなんかフラストレーションをためたいみたいなことがあるのもしか仕方がないとは言えないけども、何かやっぱり何か、何か問題があって解決しなきゃいけないってことを感じたというようなことを言ってましたね。はいうん、やっぱり過去のや やっぱり専業時代も含めていろんな形でボタンをかけ違えた、だからこれはもう私の本当に個人的な持論ですけどなんでアメリカが沖縄戦の後沖縄を占領した時に沖縄に民主主義を教えなかったのか、はい、教えてないわけですよね、本当にアメリカ軍が絶対権力としてあって、ええ、本当にだから沖縄の人を弾圧して。 で結局結果的に沖縄の人たちは団結して本土に復帰したいってするようになったわけですよ、うん、それはもともと強い愛国心があっただけじゃなくて、やっぱりいかに軍政がひどかったかっていうことですよ、うんはい、っそこから含めて、やっぱり本当に歴史の中でのボタンのかけ違いがものすごくある。そ中でやっっぱりオバマさんっていうのはあの このルース大使って前のそのケネディさんの前の大使がやっぱり非常に丁寧に日米関係について調べて、はい、あのオバマさんに報告してたようですし、うん、ケネディさんというのはやっぱり非常にそのインテリだし日本に関してはその昔のことから何かいろんなことを調べている人なので、はい、やっぱり個人的にかなり勉強している節があって、うん、そういう意味で言うとやっぱり今日のこの会見というのはですね 私は心がこもってると思ってますし、うんで、その延長でうまくなんか明日もです、ね、本当に日本,の日本人の心に触れるスピーチをしてもらえれば、これ、歴史の頃だと思いますけども。 事件が鍵を落としてしまったなということがありますね今の話だけどいろいろな問題というのはありますよね、はい、まずアメリカ自身のダブルスタンダードというのはありましたよね、はい、そのアメリカ自身が自由民主主義というふうに言いながら、はい、新中軍としてまあ各国にこう駐留しているときには、はい、その国に対して二流国扱いするというような対応というのもあったりしたわけですよねで沖縄に対してもその過言が残っている一方で沖縄は今度は本土とのギャップというのがあって、はい、なぜその沖縄にだけ基地が集中するんだっていう,う問題があって、はいはい、他の地域以上に基地不信と、はい それがイコール本土不信とアメリカ不信両方にこう向くっていうことがあるわけですね。そ,すだからそれぞれはやっぱり紐解いていくって解決しなきゃいけない問題として残ってる。これはこれであるんですけど、一方で地位協定の方で言うと、日本の司法制度の改革、これは全然まあ進んでないっちゃ進んでない意味があるので、可視化も全然まあ、 この前の法律で三パーセントってなりましたけど、はい、おそらくアメリカ側から見たら、それだけなのっていう反応になるでしょうから。はい、それはそれで、アメリカ関係なく、まずやるべき問題は日本にはあると。はい、一方で、この地域協定の問題、変えようかっていうことに対して。日本の政府側としても、消極的だというのがあったりするわけですよね。尾長さんが沖縄の支持です。はいはい、あのー、ぜひ地域協定の問題も言ってほしいというふうに、安倍総理にも言いましたけれども。安倍総理はこれに対して、消極的なんじゃないかっていうことが、この会見でも見て取れますよね。はいはい でさまざまな点のギャップが、今回の短い会見ですけど、集中して、さまざまなコメントに表れてるなという印象がありますよね。そうでですすねおっしゃる通りなんですけども、うん さらにこれを複雑にしているのが、そのトランプさんがまた変なことをずっと言い続けているということがあって、えー、今ちょうど選挙中で。選挙中で、はい、しかもだから、日本に対する駐留金100%負担しろと、嫌だったら出てくぞとか、はいはい、その回核兵器持ってもいいぞとか、もめちゃくちゃなことを言ってますよね、うんうん、ただ、あれもだから本当に、もう全く無責任な発言ではあるものの、やっぱりある意味では、やっぱりその沖縄が抱えている、あるいは日本の在日米軍が抱えているパラドックスみたいなものを、妙な形で。 偶然か知りませんけど、言い当てちゃってるところがあって、やっぱり、だから、真に受けるのはよくないんですけども、やっぱりそれもなんか微妙な影を落としてるみたいなことは感じますねうそうですね、ああいった発言があると、日本のそれまで国内であった論点の対立、はい、左派と右派の中での基地に対する対立というのがう、はい、安倍こみに入れ替わるような反応というのを引き出してしまうぐらい、過激でインパクトのような発言だったりもしたわけですよね。 ただ一方で、オ間マ大統領が研究したその日米地位協定、日本の捜査を妨げるものではないというこの発言に関しては、はい、おそらく日本、そして特に沖縄からすると、はい、いや、地位協定ってそんなものじゃないだろうっていうような、はいはい、それは誤解じゃないかっていうような、はい、そうした反発もまた出てきそうな部分ではありましたよ、ねはい、ただからこれもだからちょっと、それはさすがにその短い時間でブリーフィングを受けていってるので、えー、本当の正確な意味はわからないんですけれども、うん、悪く言えば、おそらくもう本当にその軍人として地位協定の対象にする人間って もう必要最小限にして、軍属なんかもう完全にもう日本の司法に委ねるんだという運用でなんかは生きろうとしているのか、うん、あるいはそうじゃなくてもっと踏み込んで、ですね、はい、もっとその改定も含めたいろんなことを考えているのか、ちょっとわかりませんね、これは、ね。うんこれあの アメリカはいろんな国と地位協定を結んでますよねはい、はいで、それぞれの国でいろいろ地位協定を変えたりもしているわけじゃないですか、はいはい、ただ日本がこういった事件をきっかけに、地位協定変えてくれよって、本当に政府が言った場合は、はいはい、アメリカとしては反応はするんでしょうかねわかりません、うん、ただやっぱり相手としてやっぱり重要なです、ね、ねーパートナーですから、日本がその政府の意思として真剣に申し入れれば、それはある程度の交渉にはなるでしょうね、それはね。 日米地域協定にも、ね、あの一方が何か申し入れをした場合には見直しをするんだというようなことも盛り込まれていたりもしたりもするの、はいはい、でやっぱそのあたりやっぱりどの程度の世論が日本国内にあり、はい、政府がどれをどう汲み取るのか、はい、日本政府がどう考えるのかっていうののが問問われてくる問題ですよね、はい、この基地問題なんですけど沖縄における基地についてはアメリカはどういうふうに考えているのかあるいはオバマさんはどう考えているんでしょうかね。 いろんなニュースが世界にある中で、はい、やっぱり上級編なんですね、ですからその沖縄に基地があってで、それがどういう問題を起こしているか、過去の経緯がどうなのかってことは、もうアメリカの中でも、日本の現代史に、よっぽど詳しい人でないと、あんまりよく知らない、だからで、本当にじゃあ、普通の、それこそトランプを支持しているような人たちに対して、丁寧に説明したら、えっ、なんだそれって言って。要するに もうだったらもう出てってもいいのみたいなふうになっちゃいかねないみたいな、ああああそういうやっぱり非常に複雑な問題で、うん、やっぱり、ですから、されていいるとは言い難いですよね、えー、そもそも知られていないという段階が多数だと考えてもいいわけでですすかねそうですね、うん、だから、これ、ものすごく大雑把に言えば、例えばこういうことですよね、うん、その例えば、日米同盟を支持している人が、例えば、例えばですよ、永久戦犯が合意されていても、靖国神社に行くのは正しいんだと。えー 言っているとでそのことに関して、例えば中国や韓国の人たちとその関係が悪くなってもし仕方がないと思っているとで、そういう人たちだけが日米同盟を支持していてで日米、日米同盟を支持しない人たちは絶対平和を求めて、ありとあらゆる軍事的なものに反対していて、でアメリカもとにかく戦争している国だってって、嫌いだ、嫌いだと言っているって言ったら、普通のアメリカ人からすると、われわれの友人はどこにいるんだってことになっちゃうわけですよね。 でもそれはやっぱり非常に難しい話なので、うん、そこで何かこう昔からいわゆるそのジャパンウォッチャーとかジャパンハンドラーっていうですね、えー、不思議な日本専門家の日本通の人が出てきていや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 。それは 日本の保守張っていったって、別にアメリカとまた戦争しようなんて思ってないんで、人畜無害なので、うんうん、彼らの,そのちょっと穴倉な言動は、目をつぶりながら、彼らがきちんと政策的なことでわれわれと強調するようにやるのがわれわれハンドラーの務めみたいなことを言うわけです、ねうんで、こんな話は普通のやっぱりアメリカ人には理解できないことなのでそうですよね。 本当に戦争をなくすんだと、理想の国家を作るんだ、もう本当に非武装中立なんだっていうことは、例えばサブカルチャーとして、文化の表現としては非常にアメリカ人も若い世代は共感するけども、えー、同じアメリカ人の若い世代でも、政策論としてそういうチョイスをするのって言ったら、現実は現実ですからね、うん、そうするとやっぱり、そんな簡単には理解しないよみたいなところがあって。うんうん、そういううい意味で言うとやっぱり 私はだからあの、トランプさんみたいな無責任な形で変な議論が起きるってことに反対ですけども、はい、いつの日かやっぱり、もうちょっときちんと丁寧な議論があって、ですね、うん、日米同盟って何なのと、戦争と平和となんなの日本アメリカに、在日米軍って何のためにいるんだみたいなことですね、えーあの、冷静な議論がされるべきだと思いますけど、ねそ,うですね、それだけその日本の問題のニュースパリューがこう低いというのは、はい、日本自体の例えば英語発信が弱いとか、はい、そうした面も関わっている点はあったりするんでしょうかね。 うんそれも一つありますね、うん、それからもう一つは、あまりにも昔と違って日本との間に波風がない、はいはい、だから日本の経済活動がアメリカにとって脅威でもなんでもないですし、うん、でそれはそのどういうことかって、日本が小さくなったからじゃなくて、はい、日本はもう本当に誠実にアメリカに行って現地生産をやってるんで、<ー>アメリカの声を奪ってるわけでも全然ないですよね日本もそうですけど、えー、あの無害で対立もなく、はいまあ、極めて平和で。はい っていうような国についてあまりニュースとして取り上げるということはないですよねないですね、うん、で同時にじゃあ日本に対して関心がないかって全然そんなことないですよほうほう本当に日本の方々が思ってる以上に日本に対する関心ってのはまだまだ続いていて、うん、アニメにしても日本料理にしても日本酒とか、うん、で日本にツアーに行くとかっていうこともアメリカでは全くその人気の衰えはないです でもそれはどちらかというと消費者目線の関心で何か面白い市場があるというような感覚であってある種、政策的なその関心というのとあるいはさまざまな問題、衝突摩擦があるんだという関心とぱ違うところな印象は今のピックアップだと感じましたけどそのあたりどううなんでしょうねそこが不思議なところですよね。うん、ですから本当にもう消費目線でやっぱり日本というのはカルチャーとかグッズとか楽しいと、うん、食文化が面白いよといううになってしまうとなんかもう 日常感みたいなことになってしまって、はいはい、でそうすると、じゃあ、その国が抱えている社会問題ってどうで、あるいはアメリカとの関係で、例えばその中国との関係で、軍事的な面でどうなのみたいなことっていうのは。 なんかもうスルーしてしまうっていうかまああんまり関心がそっちに向かないみたいなそういうところがありますよね一般国民というのは得てしてそういったものだとは思うわけですよ日本人も他の国に行くときにその国とどんな政治的な摩擦があるのか韓国に行く人でも別にそこで例えば慰安婦問題がどうかと調べていく方なんてごくごく少数だと思うわけですねただっていう問題があるらしいという認知があるっていうところに行くまではやっぱり普段からメディアで報じられるとか接触効果というかですねそういうふうにちゃんと取り上げられるかどうか どうかっていうところで、あの関心を持つきっかけがあるかどうかってやっぱ大事なポイントだったりもしますよね。そうですね、うん。そういった意味でも日本の例えば今回の事件もそれだけなんでしょうこうニュースバリューとしては高くない。それだけ何かまあ取り上げられるよ機会そのものが少ないというのが一つの実情としてあるんでしょうね。はっきりそれはありますね。うん。なるほど。広島の件もあの訪問して以降大きく取り上げられるでしょうかね。メディアにはアメリカの。 さすがにやっぱり現職の大統領が初めて広島に行くということですから、はい、やっぱり取り上げられるとは思いますけども、うん、非常に慎重な取り上げられ方になるのかなという気がしますね,そうで,すねですからその、まあ、一つの基準としてはオバマ大統領が行くのがです、ね、日本時間の金曜日の午後ですね、はい、そうするとうまく編集すればアメリカ時間の金曜の朝一番のニュースに間に合うはずなんですけど。うん 編集が間に合わないからってで、ね、そこをするするかもしれないですね、はいはい、でそうすると、新聞には間に合わないですね、うんうん、だから紙版の新聞には間に合わない、そうすると電子版の新聞で金曜の昼ぐらいからなんか論評が出る、うんもちろん予定言,言語も組んでるかもしれませんけれどもうん、うんで、そういう中で、下手をすると、金曜の夕方のテレビのニュースがまず最初になるみたいな形になると、はいはい、あんまりインパクトがないですよね広島については、こんなメールも来てます。 広島訪問でオバマ大統領は何を語るのでしょうか島根県で生まれ育った私は小学校の修学旅行で初めて原爆資料館に行ったんですがその時の衝撃は今でも忘れられませんその後も資料館を訪ねましたが、えー、外国の方がジーザスとつぶやく姿も見えました見ました、えー、拙い英語で私の父は海軍にいて 10日の翌日ここにいましたというようなことを伝えました初老の夫婦はただ黙って私の話を聞いていました核廃絶を訴えノーベル平和賞を受賞したオバマ大統領がバラク・オバマが一人の人間として何を語るのかに興味があります、うん そしてまあそれをメディアがどう報じるのかというのも興味がありますよね。はい、やっぱりその資料館に行った方はやっぱり皆さんの表情が変わりますね。はい、あのその姿、その実際の実物展示とか写真パネルとか、はい、それからその被爆の実装まあ表すための様々なデータに触れるにつれて、やっぱりどれだけの悲劇だったのかということがよくわかるそういった資料館にオーマー大統領が行く。これはその どういう報じ方であったとしても、そういった場所があったんだということが、アメリカの市民にこうリマインドされるというか、思い起こされるというのは、はい、反発があろうとも、やっぱり、はい、あの非常に重要なことだったと思うんですけど、おっしゃる通りですね、うん、見てもしっかり報じてほしいです。よねそうですね、うん、まあですから、恐、まあ、らく本当にやっぱり言葉は練ってると思うんですけども、はい、それがやっぱりその8年間のオバダ大統領時代のもう最後ですね、うん、一つ締めくくるに足るですね。えー強い 力強い言葉をですね期待したいですよね。